こんにちは、スプレアとデンノベルちゃんと梅ちゃんです。ショーコの言葉はどこから来ましたか？チョコレートっていう言葉は、うん、どこからスタートしたってこと？チョコ、そう、どこからスタートした？日本、ま、寿司、日本、サムライ、日本、ピーザ、日本、全部日本？全部日本。そう、嘘と思ったらコメントして。そう、それはメキシコ語でした。ナワトル。ナワトル。ナワトルはメキシコの昔の言葉。昔住んでた人の言葉。そうだね。チョコラトルっていう言葉がチョコレートってことね。そうで、それ2つが意味があって、うん、1つは苦い、うん、ラトルってなんか水。今チョコはチョコなんだよね。昔の時は飲み物だった。チョコラテの意味が苦い飲み物。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントシェアもお願いします。アディオスアミゴ。これは頼みたい。